我が家の愛犬ピケです。アーマタの滝後編です。疲れを知らないピケ、ひたすら泳ぐと、ちょっと巻き戻し、ピケが得意げに加えているこのボールにご注目。録画していいですこれ、はい、いつもの朝散歩。ピケボール、あんちゃんの持っているボールがとにかく気になるピケ。まるちゃん、キアラのワンプロを気にしつつボールをチラ見。でも西場可愛いですよね。西場可愛い。あれ小太郎空眼寺みたいな。ワンプロにもボール遊びにも入れない陰キャ犬ピケ。見かねたあんちゃんママがピケに別のボールをくれました。その大好きなボールで今日は存分に遊びます。滝の下は水深2メートルくらいあるそうです。今回家族の浮き輪やライジャケを持参しておらず一緒に入ることができませんでした。あとオタマジャクシと一緒に泳ぐ勇気がありませんでした。ピケ、今度は一緒に泳ごうね。
動画には映っていませんが、滝にはシベリアンハスキーやロットワイヤーなどの大型犬がいました。親方発言で申し訳ありませんが、キキが一番上手に泳げていました。もう一度言います。キキが一番上手にスイスイ泳いでいました。すげえ、これここのシーンでも耐えれるか。お前大丈夫か？滝遊びで気づいたこと。初めて行く場所は家族もライジャケや浮き輪を持参するといい。音の鳴るボールだとピケのテンションがさらにアップするということ。レトリバーはやはり泳ぎが得意だということ。ピケ、次はどこに行く？ご視聴ありがとうございました。